ャベツにダメージを与えてるんですよ。はい。どうも、リュウジのお兄さん、リュウジです。僕はですね、3品ぐらい作りましてですね、私おつまみが欲しくなってきたんで、このいよいよね、さらに続くシャシェルやみつき塩キャベツです。これはですね、今が旬の春キャベツでもできますし、春じゃない冬のキャベツとかも全然できるんで、覚えておいて損はないレシピでございます。キャベツ自体下処理をして大根にうまい塩だれを絡めるだけっていうレシピなんですよ。調理法もめちゃめちゃ簡単なので、これだけ覚えてください皆さん。では僕が最高にお酒を飲めるキャベツの食べ方をお教えしたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料、キャベツが1/4、250g ぐらいですね。芯取って 250g ぐらいです。はい。で、ニンニクが1かけ。はい、以上。あとは、材料は概要欄に書いてありますんで、そんな感じです。今回はですね、やみつき塩キャベツなんですよ。やみつき塩キャベツを作る上で何が一番重要か。やっぱね、やみつき塩レモンサワーじゃねえかな。やみつき塩レモンサワー1丁お願いします。レモンサワー1丁、氷結ゼロ。そして塩です。塩ここに乗せてください。やみつき塩レモンサワー飲みます。これでいいんじゃねえかな。もう一回やらせて。やべ、やみつきだな。じゃあまずね、キャベツを切っていきます。まず芯の部分はやっぱり、ね、生で食べると硬いので、ここは取り除いちゃった方がいいです。はい。で、外側のを2枚ぐらい取って、芯のところを除いて、木ね、芯のところは硬いんでちょっと取り除きます。はい。これでも食べますからね、これね。はい。で、ここをどうすればいいかっていうと、こうやってちぎった方がね、ちぎられたところがザクザクになってタレがね絡みやすくなるんですよ。で、この芯の部分、じゃあどうすんのって言ったら、僕はね、食べます。はい。もうね、無駄にしてはいけないので、やはり。ね。そして、こっちも、もう、ちぎっていく。ね。ちぎっちゃいましょう。はい。で、ちぎっていくと、ここら辺硬いとこぶち当たるんですよ。で、この硬いとこは、こうやって、スライドしていく。そうしたら食べやすいんで。はい。そしたら、このままでも美味しいんですよ。美味しいんですけど、キャベツってね、実はね、シュウ酸ってのが割と含まれてて、ほうれん草より全然ないんですけども、実はね、それがね、キャベツのえぐみの原因になってるっていうふうに言われることがあるんですね。ちぎってそのまま食べるのももちろん美味しいんですけど、僕はね、ちょっと水につけた方が美味しいと思ってます。これ、ボウルに入れて少し水につけるのね。はい、こんな感じですね。できれば10分か15分ぐらいつけてください。そうすると、このシュウ酸っていうのはね、水溶性なんで、これをつけていくことによって、キャベツのえぐみ、まあ、春キャベツとかね、えぐみそんなないんですけども、ちょっとね、雑味が抜けるんで、非常にフレッシュな味わいの、キャベツになります。ということで、つけていきます。はい、それではですね、タレ作っていきます。タレね、超簡単。まず、ソーミシャンタン、まあ、練り系の中華スープですね、小さじ1杯。こいつを、器に入れてください。で、ニンニク1かけ。まあ、5g ぐらいって覚えておいてください。で、水大さじ2杯。はい、大さじ1。はい、2杯。お砂糖です。砂糖が小さじ半分。これちょっと甘みつけていくんですね。で、まあ僕、塩味のドレッシングを作るときにいつも塩入ってねえじゃんって言われてますけど、塩はこのソーミシャンタンの中に死ぬほど入ってるんで入れてないです。で、黒胡椒、まあ、割と入れます。これぐらい。はい。ちょっと辛めにやります。そしてこのまんまアップしないで結構なんで、50秒チンしてください。はい。はーい、50秒チンしたやつがこれです。で、まあ混ぜてくださいね。ここはね、混ぜて。で、ここに最後の調味料、ごま油ね。ごま油はなぜ後に入れるかっていうと、やっぱりね、加熱で香りが飛んじゃうんでね、後で入れていきます。ごま油大さじ1とお酢小さじ1。はい、これ一杯ね。グッと味引き締まります。この塩だれなんですよ。キャベツにかけてもいいし、何にかけてもうまい。はい。その辺の草でも美味しくなります。じゃあもうね、なんやかんやね、もう水もうちょいかな、あとね15分ぐらい置いてから、じゃあ絞っていきます。
はい、では15分置いたものがこちらでございます。これね、ザルに移していきますね。で、ここ重要です。このままだとキャベツにものすごい水分がついてる。水分がついてるってことはどういうことかっていうと、ドレッシングをかけたことによってこの水分がものすごくね薄まっちゃうんですよ。この水分のせいでね、これ水分が悪さする。なんで水分はこうやってね、こうやって握って絞り出します。水分を逃がしてると同時にこれね、このキャベツにダメージを与えてるんですよ。くしゃくしゃっとなったところからこの塩だれが染みてくるんですよ。なんで これねやってください。これやるとやらないと味雲泥の差になりますから、これはねぜひやってください。これぐらいでいいかな。はい、水出なくなりましたね。はい、はい、それではですね、ここに、先ほどのキャベツを入れていきます。はい、でこれ入れます。はい、でここにさっきの塩だれよーく混ぜて、はい、あとは好みをしてお塩してください。普通に副菜として食べる方はいらないかもしれないですね。はい、でまあよくあえていただいて、香りがすごい完成。それではできました。食べていきます。あーパイプッシュだ。はい、じゃあいただきます。パイパラダイス。うん、うめえ。タレがマジうめえ。あ、タレマジうめえ。最後に垂らしたほんの小さじ1杯のしっぽすがひで、うまい。小さじ1杯のしっぽすがめちゃめちゃ味付けになってる。居酒屋のお通しを全部これにしてほしい。うまいな。春キャベツも柔らかくて非常に美味しいんですけども、塩だれがねキャベツに合うんだわ。これはいくらでもいける。じゃあこれ、あ、じゃあかけられる。いただきます。マヨネーズ、マヨネーズどうかな。おいカロリー。あ、うまっ。やはりマヨネーズは全てを解決する。ここにラー油から、ラーの油、ラー油だよね。この辛みがさ、レモンサワーに合うんだ。あ、ラー油とマヨネーズも合ってことで、いきます。せーせーいただきます。いただきます。うまい。これちゃんと絡んで、絡めないとダメなの。芯も全然食べれる。やっぱね、キャベツを傷つけないと、愛のままに、わがままに。傷つけてない。傷つけてよ。もうさ、もうド直球でうまいでしょ。うん、あ、ラー油めっちゃいい。うまっ。いけんでしょ、ラー油。どうして。最高だ。塩キャベツ浅漬けの中間みたいな。はい、ということで居酒屋牛児お通しやみつき塩キャベツよろしくお願いします。ハイボール3杯です。これラー油はそらさ、お通しでないじゃない。うん、お通しでないんですよ。これね、最高なんです。あ、うん、4人いたら倍量ぐらいですか。うん、これはうまっ。